皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。マザツ実況プレイパート37やっていきます。行きましょう。さていよいよここまでたどり着きました。もう人間の姿じゃないけど、この先にきっとヤツがいるはずだ。あ、超いいところにいいね。全回復でないと言ってもそれなりに回復したでしょ。 OK、 十分十分よかった。さあ、最終決戦だ。ポッキー。ポッキーじゃないだろうわ、気持ち悪い。マザー1のギーグこんなんじゃなかったぞ。うわ、なんか出てきたよ。なにあれ。え、あれネスじゃない。ネスじゃん、キモ。え、ポーキーだ。え、本当にポーキーな？なべ、驚いたか。僕だよ、ポーキーだよ。いや、これ読んでもらおう。へぇー、強いものの味方、ポーキーだよ。お前の方がうまい。うまい。いや、ちょっと違うと思う、多分キャラクターと。いいよ、いいよ。みっともない姿になったな。君たちがここまでやっとたどり着くことは。たどり着く。知恵のリーガーがちゃんと予言してたことさ。でも、知恵のリンコの予言通りにはならないんだ。君が倒れる、ギーグ、え？君たちは倒れる、ギーグ様はもっと強い。もっと恐ろしいものになる。なぜかって、僕さ、僕が、このポーキー様が、ギーグ様に導かれてここまで来たからさ。ここにだよ。このことは、え？このことは知恵の予言、リンコも予言しちゃいなかったんだぜ。もうギーグ様は、いや、ギーグは、悪の化身なんかじゃないんだ。ギーグ自身にもコントロールできない悪そのものを、邪悪な力そのものになってしまったんだ。うわ、マジでポッキーなの？おお、ちょっと待て、あの中途半端な配置が気になるよね。うん、全力で行くかな。いや、温存だな。温存しとこう。あ、でも後ろも攻撃できるんだ。うん、ちょっと邪魔なやつから倒そうか。だね。重装備ポーキー。何してくるか分かんねえな。え、ポーキーまさかの敵か。まさかのラストバトルにポーキー参戦。で、気に食わないとは思ってたけど。スーパーチューチュー。あぶ効かないと思うけど。チューチューしてる暇あんなら他のしろ。まずね、防御。何来るか分かんないからね。今さらなんだけどさ、うん、本当最終決戦に今さらなんだけど、最終サイコシールドって、一旦なの、うん、それとも次の攻撃が来るまで。BGM かっこよくね。かっこいいな。うわ。消されたよ。あ、サイコシールド使ってるから。ああ、そうね、うん。こっちのサイコシールドかっけしてきたのかと思った。スーパーチューチュー。効かねえ。よし、じゃあ集中砲火でいこう。ヘルは一応回復で温存で。オッケー、固まった。よし、スマッシュ。 BGM すげえかっけんだけど。今までなかったね、この BGM。 ね、ない。いいね、初のボスっぽい戦闘曲だね、うん、ぶっちゃけ。あ、シールドがもうなかった。まずいちゃんが。あ、これダメだな。
前たちは、んお前だお前たちはすっかり英雄記念にいるらしいけど、キング様に歯向かうなんて8万年早いや。だいたいキング様の お姿さえ見ないで戦ってるなんて虚しいだろこの姿を見たらそれだけで腰を抜かすぜ。本当に怖いだからな。ちょっとだけ悪魔のマシンのスイッチを切って見せてやろうか。驚けよ。バカじゃねえの、なんで悪魔のスイッチ切ってお怖いだろ。俺だって怖いよ。ギグはもう考えることすらできないし、自分が何をしてるのかももうわからないんだ。ギグは自分の力をあまりの強さで自分の人格さえ破壊してしまったのさ。とんでもない力の大バカ野郎さ、ギグは。鍋、餌になるよ、ギグだ。誰だよ。え、ちょっと待って、まず。これが、ね、何これ、いなくない？あの背景？背景なの？え？ヒーリング BGM だ。鍋さん。なんか呼ばれた。なんか名前呼ばれた。ギグはオフェンスが255、ディフェンスが255。ブレーショックに弱い。あ、弱いんだ。弱いのあるんだ。なんだ。あ、なに、後ろの一瞬顔みたいになってるのが。うん、鍋さん。正体がつかめない根気。しかも全体じゃん、これ。え？よし。ブレインショック。俺しか使えないの。うん。ラブラブで。ナベスタ。1。なんで？死んだし。即死の効果でもあんのかな。ナベさん。なんだこれ。うん。祈る。もうお祈りでしょう。何していいか分かんない。鍋さん。うわ、なんだこれ。ほのかな光が鍋たちを包んだ。あ、それだけ。さっきから正体がつかめないっていうのが気になる。うん。なんだこれ。鍋さん。いいのかなの正体が。おう。なんか技とかないの？アイグッズとか。ちょっと名前呼ばれてるんだけど何もないな。とりあえず攻めるか。弁当。PK フリーズ。オメガ。おケンケンケン、お前たちの力もそんなもんで精一杯だろ。この異次元空間に正義の味方とやらはお前ら4人だけ。誰にも知られず宇宙のゴミになって消えるのを待つばかり。
え？悲しい話だよ。涙が出るね。俺もドキドキしてるんだよ。怖くてさ。この真っ暗闇に向かって助けを呼んでみるかい？ママって叫んでみろよ、鍋！ママ、ママ、おしっこ漏れちゃいそうに怖いよ。手が。テレパシーでも何でも使えるもんなら助けを呼んでみればいいさ。お？弱虫の正義の味方さ。誰も来ちゃくれないぞ。早く楽になりな。あー、そういうことね。わかったよ。ここからか。はい、ここからいよいよ本戦闘ですか。多分これで、多分他のキャラクターは特に何もすることはないんだよ。あ、そうだ。これだ。マザー1の時も、うん、ギーゴを倒す方法は歌を歌うことだったんだよね。あー、なるほど。だからチャンを何、うん、なんとか何としてでも守らなきゃっていうことだよね。よし、連食。まだ弱いのかな。私たちに力を貸してください。神様がいるのなら、神様、誰か。お、え、なんかイベント入った。おう、もしかして祈りが通じている？突然はどこ行く？仲間呼んできたりして。おお、一人だね。お、呼んできた。おお、四方八方から。土星さんたちは未だかつてない気持ちの高ぶりを感じて、鍋たちの無事を強く祈った。おお、みんなの祈りで。まだ足りてない。なんかね、でも危険性が不安定になった。おおおおおお、え、なに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 。うわ、キモ。うわぁ、目痛いわ。ちょっと待って、とりあえず祈る。チェック。うう、なべさん、ギグからの攻撃の正体がつかめない。サンダーだな。祈るよ。どうぞ私たちに力を貸してください。私たちの思いが届いた人、誰か。ね、ちゃんの祈りが。おおおお、こいつらはトンブラ。トンズラブラザーズのブラザースのナイスは突然誰かに呼び止められたような気がして、鍋たちの無事を強く祈った。おお、ギグに50のダメージ。あ、ダメージ入るんだ。あ、防御が弱くなってる。結構半分ぐらいだね。うん、じゃあ祈ろう祈ろう。これ下手に何もしないガードしてればいいか。ガード、違う違う違う。友達、痛い。ナベさん、なんだって。私たちに力を貸してください。この祈りをどうぞ世界中に届けてください。あ、ポーラス大幼稚園。お、お父さん、お父さん。チャンのパパは不意に娘の声が聞こえたような気がして、チャンたちの無事を強く祈った。みんなすごいな、みんなの思いを力に変えてみたいな。何、元気玉。今言おうとした。ちょっと今言おうとした。取ってやったぜ。まあドラクエで言うとみんなでいいんだな。あああああ。え？
鍋さん、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 そんなに呼ばなくても聞こえてるよ。気持ち悪いな。泣いてる、テルが泣いてる。どうぞ私たちに力を貸してください。私たちの思いが届いた人、誰か。感動の涙で、ね、わかんないけど誰こいつら。あー、寝るの学校の友達。うん、なんかちょっといいやつだった。ちょっとあのホモっぽい友達。ホモっぽい友達。トニーはネルのことが急に気がかりになって、ネルたちの無事を強く祈った。181のダメージ。なんかダメージ少しずつ増えてねえか。ね。じゃあた。祈る。さあ次は誰だ。俺だ俺だ俺だ。あ。何あれは。俺が垂らし込んでいた。ペルが垂らし込んでた女だもん。垂らし込んでよ。千人来てくれない。女ばっかり。女ばっかりだなおい。ランマの若い女はペル王子が死んだ夢から覚めて、ペル王子たちの無事を強くになった。いやもっといたでしょ。ご先祖様とか千人とかいろいろいたでしょ。お。426のダメージ。サンナベ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 どんどん自分を見たくなってくる。痛い痛い痛い。ネス一回回復して、うん、うわ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 。ナベさん、え、一回呼んで、またな、すごい呼んだ。うわ、危ねえ。今回復するよ。さあ、次は誰だ。僕のお母ちゃんとか。そろそろ。違ったー。あー、あいつか。あフランク、違ったっけ。フランクがふと鍋の幼い顔を思い出して、鍋たちの無事を強くなった。幼い顔を思い出してって、お前、俺幼い頃にお前やってないけど。いや、そもそも幼い。856のダメージ。 856?BGM でやべえ、泣きそう。鍋のママは突然大きな胸騒ぎを感じて、息子たちの無事を強く祈った。1721。おお、目に痛い目に痛い目に痛い。俺だけ泣きそうになったら本当に体勢がないからね。泣かせたものはDよ。一応もう誰の名前ももう思い浮かばない。誰か、誰か私たちを助けて。チャンの呼びかけは闇の中に吸い込まれていった。え、ああ
鍋ギークからの攻撃の正体がつかめない。どうした、もう祈りはもう通じないのか。シールドをね、立っておこう。鍋。なんだ、こいつおかしくなってんぞ。誰か聞こえますか？誰か私に力を貸して。シャンタさんの呼びかけは、での胸に届いた。で、あー、わかっちゃった。たは、見知らぬ少年たちのために祈った。分かっちゃった。分かってない。ダンデライス王は祈り続けた。祈るよ祈るよ。5960、俺らの祈り強えな。ダンデラオンスタジオは祈り続けた。11425のダメージ。ダンダラヤスタジオは祈り続けた。28900。ダメ、僕は今、つまりそのあえて逃げるような行動をとる。どっかの時代に潜り込んでひとまず次のプランを練るつもりさ。縁があったらまた会うさ。 See you again。 本当にかっこいいのはどっちかな。少なくともお前ではないよ。感心はしないんだね。目が回りそう。おお、気持ち悪くなってきた。うわ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 。どうでもいいけど、ポーキーさ、よくあれが鍋たちだって分かったよね。ああ、確かに。帽子かぶっているとはいえ。帽子かぶってるだけじゃん。そもそもあそこまでたどり着くやつがいないからと。そっか。